はい、どうも皆さんこんばんは、ナイルです。ってことで、前回の続きからやっていきたいと思います。佐野助になってから、なんかまだ全然わかんないことだらけなんで、とにかくいろいろ調べながら行ってみましょうか。下？階段？あ、下の階に降りる。それ階段なんやね。なるほどね。何？何何何？どうした？何？どうした？俺今動かせないです、何も。え？首振ってんな。下を見たくない？なんで？めまいがする。寝たら治るだろうか。あ、ダメなんや。じゃあ、下に行けない。寝たら治る。え、なんなの？どこに行くの？寝るの？じゃあ。すごく寝心地がいい。あ、じゃあ寝てみましょうか。そしたら。朝とか夜とかって概念あんのかな？あ、何？海に潜ったような感じの音。ちょっとだけ明るい。あ、メニューとか見れない。特に。うわぁ、なに？やめて、背景。怖い、怖い。こっちの方がめまいするって、マジ。外から不気味な赤い光が差し込んでいる。いや、あれみたい、ゼロみたい。なぜか心惹かれる。なんで、なんで？赤い光になんで心惹かれんの？バカじゃないの？てか、階段長。そんな長かったんや。てか階段？それ本当に。何一体じゃあここの場所は。どんなマンション？おおおおお、なんだなんだ？チンアナゴがいっぱいいますね、これ。お腹が空いた。海の音じゃないんや。怖っ。いや、そりゃ怖いわ。そりゃ下は見たくないって言っちゃうわ。きっしょ、何これ。はい？はいはい？階段にしては怖すぎるって。長すぎるし、ナイフあるし、ナイフあるし、わけわかんないし、お腹が空いた。もうええって、それは。もうええ、もうええ。はい、ナイフ取って。はい、ナイフ取ったよ。なんか食べようぜ、じゃあ。下にあんのかな？下にキッチンとか、びっくりした！びっくりした！なになになに？手が、これ以上早く歩けない。ああ、びっくりしました。なんで一個だけリアル？ 一個だけリアル、めっちゃ手が。怖い怖い怖いよ。怖いよ。もう、やばいやばい。もう、え？無理じゃねえ、だって。ビクビク。戦う、逃げる。佐之助はどうする？だって体力80あるし、スキルも30ある。ちょっと戦ってみよう。スキル見ていい？あ、ない、スキルはないわ。じゃあ攻撃してみるね。何か。何かに攻撃する。佐之助は、え？何か佐之助に入り込んできた。やばいやばい。佐之助の攻撃効かないんやって。え、じゃあやばいんじゃない？もう一回だけ戦いますね。ああ、やばいやばいやばい。佐之助に11ダメージ。意味がない。じゃあ3回目なんで逃げますね。じゃあこれで。おう、逃げれない逃げれない。ダメダメって言ってる。スキルもないよっつって。殺されるやん。じゃあやばいって、やばいってばよ。ナルトみたいになっちゃった。ああ、え、なになに、佐之助、はてなはてなさ、あ、なに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 、何か落ち着いて、佐之助を、あ、全然読めなかった。早い早い。佐之助の攻撃は効かなかった。あ、なになになに、ちょ、もう一回もう一回、なんて。何か佐之助を、あざ笑っている。あざ笑っている。あざ笑われている。いや、怖すぎるって。深呼吸して。誰？怖がらないで。あなたが思うほど怖くないはずよ。誰ですか？助けてください。呼吸を整え、落ち着くを思い出した。オッケー、スキル、スキル、スキル。あ、じゃあ、戦うのスキル。はい、落ち着く。いけ、使え。はい、佐之助。落ち着け、落ち着け、落ち着け。40回復。ゼロスキルで40回復できる。え？何？何？あ、え？普通の家ぐらいの階段の長さになってる。なんだこれ。あ、なんか手に入れた。救急箱。佐之助めっちゃ強いんじゃない？家族写真。あー、他にあんまりなんもないか。本棚片付いてるまま、部屋入りたくないと。ダメだっぽい。じゃあ下？あー、リビングっぽいね。てか、いい部屋住んでんな。だいぶ広いぞ。上にもなんかある。ここは嫌だって言ってんね。じゃあ、外かな？
外も嫌。え、何すんの？下駄箱。あ、なんか探すんですかね。あー、火つける暖炉。レンガの間に釘が挟まっている。取ってあげて。あ、こっちも一緒か。ここ？あーと、あ、なんかすごいわかりやすく。矢印が冷蔵庫の中を見た。冷めたステーキ。取るよ。はい、取ろう。で、レンチンとかじゃない？はい。食べる前に温めた方がいいです。そうそう、温めましょう。なるほどね。で、ナイフもあるね。ステーキナイフを取った。はい。で、温めよう。こいつナイフ何本持つんや、さっきから。2本目ですよ、これ。二刀流なんかな、サノスケは。はーい。あ、そっかそっか、朝とかの概念ないとか、そういうことじゃなくて、あれだな、電気がつかないから。え、ちょっと待って、おかしくねえか今の。おいおい、ちょっと待って、シンプルにおかしくね？だってさ、電気つかなくなっちゃうって言ってたよね、お母さん。電子レンジなんで使えてんの？これシンプルにおかしくねえか？マジで。いや、これはおかしい、これはおかしい。まあまあ、とりあえずステーキ食べるけど。おい、そこはいいのか？電子レンジ使えて。なんで手紙があんだ？急に。急に手紙がなぜある？うまそうなステーキやったな。食べるところは真っ暗ですね、ずっと。いや、なんだ、マジで。何？めまいしてるよ。食中毒なんじゃない？絶対当たったやん、多分、さっきのステーキが。胃が拒絶反応を起こしている。吐こう、じゃあ。あ、いけるんやね。トイレみたいなのないのかな？トイレ、トイレ。トイレでちょっと吐かないと。どこだろう？ここは違うのかな？違うっぽい。トイレ、こっちは？違うよ。トイレどっかあったっけ？ですね、ここの部屋は、違う、そんな、今いい。いいから、2個セットの時計は。ここじゃないね。トイレ、ここか！はいはいはい、ちょっと、吐いちゃおう。合ってる？吐くで。合ってたっぽい。合ってたっぽいけど、吐いたっぽくないな、音が。吐いた。でしょうね。でしょうね。闇ゲーだから分かってますよ。風呂入ろう。バスタブ。ガスは使えるやろ。電気だけ止まってて。おい、はい、なに？もういい。あ、窓違う。もういいってどこよ。こっち？あ、こっちだった。あ、マリか。マリカじゃねえわ。マリカじゃない。おい、サノスケ、マリだよ。やっと帰ってこれたけど、鍵を忘れちゃって開けてくれる？あ、いいですけど、外明るそう。ね。あ、真っ暗になっちゃった。え？え、なんで？何が？あ？何が？あ、何が？扉を開けましょうよ、そりゃ。ん？どういうこと？は、え？あ、なにめっちゃ、なに？怖いなぁ。え？マリじゃないの？誰？怖すぎるんですけど。びっくりした！なんだ今の？なんだ今の？え？絶対マリじゃない。絶対マリじゃない、怖い。もう嫌って言ってる。ちょっと待って。びっくりするやろ、そんなもん。なんだ、今の。いや、てか、外も夜っぽかったね。え、もうじゃあ寝る？もう一回寝よう。もう、いいよ。なんで今止まった動きが。やめてくれ、と。あ、待って、付箋がある壁に。ほら、ここ。おはよう、サノスケ、ママからのメモだよ。家から出る場合は、右見て左見てから道路を渡るように。愛してるよ、ちゅ。いや、そんな危ない場所に家建てる？右見て左見て家出るようにって、そんな危ない？目の前道路なんかな？出た瞬間歩道とかないんかな？謎だらけの家やな。ちょ、もう寝よう。もういいわ。あ、ここも付箋あるぞ、なんか。おはようさのすけ、ママからのメモだよ。下の冷蔵庫に食べ物を残しておいた君の大好物のステーキ、愛してるチュッチュ。おっかん怪しいな。待て。これ、おっかん怪しなってきたな。おっかんじゃないんじゃない？もしかしたら。ちょっと待って。寝てみよう。え、待って、これ、おかんじゃないんじゃない？
やとしたら余計怖いぞ。ああ、もう嫌そうなアングル。これベッドの下ですよね。多分足元見てる。ああ、なんだ、出てくるとかじゃないんか。ああ、なんだ。おーいやいや。ホワイトスペースへようこそ。出たよ。あなたはずっとずっとここに引っこもってる。これおもりです。何？マジで。帰ってきちゃったわ。なんだ？ノートパソコン。とりあえずパソコン起動するわな。おっと？なんだ？これは、ブラックキー集めよう。間違ったものは右に捨てられる？じゃあ、A から Z まである。意味がわかんない。右に捨てられる。あ、何も押せない別に。H-A-N-G。ハングマン。ハングマン。押してみていい、キーボード。関係ないわ。キーボード押しても。L を押すとハングマンメニューが開く。はい。あ、別に。何？もう。近くに何かが落ちた。いや、だから、隕石レベルなんやって。隕石レベルの落ち方なんよ。本当に。何かが落ちたとかじゃなくて。あなたのスケッチブックを見る。何かが破壊されたぐらいの勢いで落ちてきてんのよ。これね、これこんなんあったっけ？あったかな？はい、これ。あ、で、ここが一番とりあえず最後ですね。一応ティッシュも確認。これね、このティッシュ怪しいんですよ。ティッシュだけ、毎回意味ないのよ。いつか意味あると思うな。にゃ、何かは持ってるの？ナイフは持ってる。なんかが落ちてきたもんね。その落ちてきたものをさ、見つけに行かないとなんで。どの辺だろうか。右行きまーす。あー、右、すぐ右にあったわ。これ何？地図？何の？あー、なんだこれ。なんで月みたいなやつに階段登っていけるんや、これ。崩壊してるやろ、なんかいろいろと。下の方は反転してんのかな？海の反対側の島ってこと？全部果てないやん。何も分かってないやん、今。R を押すと、ヘッドスペースの地図が開く。ヘッドスペースらしいです、これが。はい。ちょっとじゃあ出てみますね。OK、扉を開けよう。はい、ガチャ。どこに行くんでしょうか、これで。ん？今の佐野助のパートは一体何やったやろ。おお、まただ。またトランプゲームしようって言ってくるんじゃね。あ、でも左見て。あの、ぬいぐるみが、スイカ割ってるからさ、ぬいぐるみ隠せりゃないよ。多分。あいつ次。あ、めっちゃ違ってくる。オーブリー、オモリ君よかった、来てくれたんだね。バジルを見なかったか？どこにも見当たらなくて、多分公園にいるんじゃないかな。まずは、マリにオモリが無事だと伝えなきゃ。彼女すごく心配してるよ。あー、一緒じゃない。ループはしてないね。よかったよかったよかった。一応、次の物語にはなってるんやね。はいはいはい。このね、闇 PG の世界になって。フシュー、おもり出かけるの、フシュー。今日これ、200アサリ、もらうな。もう金持ちですわ。あー、なんか、何？ A を拾った。お、怖い。怖いよ。何その音。怖いよ。A を拾いました。ブラックキーは残り11個。なんか、いたな。なるほどね。マリー、おもりです。おもり無事だったんだね。無事ですよ。そんなことしたら好きになっちゃうから。もう心配したんだよ。バジル君は？あ、そうなんよ。一緒じゃないんよ。一緒じゃないの。いや、残念ながらいなかったよ。俺たち、確かバジルの家で写真を整理してたけど、気づいたら、お隣ルーム。お隣？隣？オーブリーとケルと一緒に目を覚ました。何の
ルーム。おもりくんが見つかってよかった。でもバジルくんも心配だね。私たちがいないと誰も守ってあげられないじゃん。確かにね、オーブリー絶対バジルを見つけ出してやるからな。ケルくんの言う通りだよ。こういう時こそ前向きでいよう。そうだな、まずはバジルの家に持ってみよう。あ、俺も思ってた、それバジルの家行こうかなと今してたよ。なんか落としてるかもしれない。その調子よ、ヒロくん。私もいつもサポートしてあげるからね。いや、行きましょうか。じゃあパズルやってんな、真っ白のパズルやってんな。あ、待て、セーブだけしましょう。さて、セーブができましたよ。あ、なんか電球ついてるな。お花あげたい人がいるんですが、あの人パズルにしか興味がなくて、お花のパズルがあればいい。もしかしたらフリーが入れてくれるかも。ああ、変な人が好きなんやな。白のパズルやってる人のことが好きなんや。花をあげたら、おい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 、何しとるよお前ら、バカなのか。ここの草って気持ちいいよね。一緒にどう、森。あ、いいね、やろう。逆立ち？これ逆立ちしてんの？何？そしたら、ああ、寝っ転がってんのか。星空にしてはいろんなものが浮きすぎてるけど。同じやつもあるし。悩みが全部消えてなくなっていく。単純でいいな、お前は。おもりは。おもりは何？観察を手に入れた。ああ、目玉焼きがあるね。目玉焼きずっとあんのよな。まあ、とりあえず、バジルッチの家に行かないと、もう多分何の話も進まないと思うんで、行きましょう。おー、花が枯れとるぞ。お花、枯れとるぞ。バジルッチ。もしかしたらさ、なんでジョーロ邪魔だよな。こんなとこ置くな。敵はいない。あれかな、公園もうちょっと探索すれば花とかあったのかな、もしかしたら。サブクエみたいなこと。いや、でもサブだったとしたらやらせるよな、しっかりと、このゲームなんか。今までの傾向的に。ね、かくれんぼもそうやん。かくれんぼはサブじゃねえな。はーい、じゃあ一応セーブします。オッケー、セーブしたんでいきます。マリに一応話しとく。おもりフルーツ食べる、体にいいんだよ。じゃあ食べます。マリって二人いんのかな、もしかしたら。もしかしたら双子なんじゃね、マリって。ピクニック用と公園用で。なんでバジルの家の近くにいるんだ、あいつは。マリはあいつも。それもおかしいぞ。さあ、一番気になってたバジル。あいつだ、怖い、びっくりした。消えた。今なんかいたよ、今なんかいたよ。もうええって。別に変わったことはなさそうだな。変わったことだらけだったらだろうが。今バジルが何も言わずにどっか行ったのかな。いや、連れて行かれたんやと思うね。ちょっとそれはちょっとバジル君らしくないよ。こういうのはしっかりしてるし、私たちを気遣ってくれると思うけど。あ、大人なんやから、あいつは。我々より一番大人。やっぱり心配だな。私たち何かできないの？見つからなかったらどうしよう。もし危険な目に遭ってたら。落ち着いて、オブリー。俺も心配だけど、これ以上考えても仕方がない。森を探して回ろう。散歩してるうちに回ったのかもしれない。なるほど。そうだよ、元気出せ。一緒にバジル見つけようぜ。グスン。そうだね。よし、諦めるのはまだ早い。広々森でバジル君を探しに行こう。あの森か。行きますか。まずこの自宅周辺を調べようとか、そういう気にはなんなかったの、みんなは。え、自宅周辺にいるかもしれないみたいな。あ、行けねえわ、奥に。そもそも。雨浮かんでんな。かわいいな。広々森って、あの表札のとこですよね、きっとね。で、これ右ですよね。あ、違う。風車森だ。でもさ、今行こうとしてたのは広々森ですもんね。ってことは上？また場所が違うのかな、もしかしたら。お花、お花。一応お花、あ、鏡、変な鏡ある。これ何？特に話しかけられないわ。花、別にないぞ。ウォンテッド。アライブ、生きてる。プルート、報酬なし。プルートってやつを倒せばいいの？報酬なしやで、でも。まあいいや、行こっか。これ左右奥にも一応行けるんですよ。でもね、わかんないのよ。名前が。こっちに行ったら何かっていうのがわかんなくて、左に行きますけど、一応ね。いやー、ちょっと怖いな。合ってるかどうかもわかんないし。あー、蜘蛛の巣がある。ほら。蜘蛛が怖い。それぐらい我慢して。あ、なに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 な
え、何、なんかあんのかな。まあ死なないよね、別に死なないよね。え、なになになに、ない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 に、何も起こらないよね。いや、今動けるんですよ。動いてもいいんですけど。別に何もないんかい。何もないんかい。なんや、それは。ほんなら、上行けるか。上行けないわ。じゃあ、左側はもうこれで行けないのかな。右と上どうする、次。順番に上行ってみる。これ森、広々森でいいの、ここが。海っぽい音してる。おお、綺麗綺麗綺麗。あ、こういう景色好きですよ、俺。お友達と一緒に砂の城作ろうか。あ、作ろう作ろう。作っちゃ早いやついる、一人。一人すごいやついるな。天才がいるわ。おもりはお前、それ城じゃなくてトンネルやぞ。オーブリーちゃんは猫かなんかを作ってんのか。なんだ、何してんだこれは。はい。バジル探してる途中にこんなことすな。ああああ、びっくりした。もういって、もういって。ああ、またこれだ、蜘蛛の巣みたいなやつだ。これもなんかある、特に。ああ、特にないわ。ここで終わりだ。ああ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。まだ続くんかと思ったわ。一生離れないんかと思った、あのもじゃもじゃが。ああ、なるほど。広々森はじゃあここのようですね。で、次右か左か。あいつが多分、右か左かに行ったんですよね、きっと次ね。でか、赤座車。作ろうの大変やったやろうな。それがもう一本ある。はい。上ですよね。バジラきっとこの近くにいるやつは、なんで君はわかるんだ。なんで君はわかった、ヒロ。え、上に登れないです。なんか。え、なんで上登れないの。いや、わかんないからさ、下行ってみるか。めっちゃ油断してたわ、俺、セブス前。あ、うわぁ、鏡に浮いている。鏡が浮いている。後ろで友達が優しく微笑んでいる。めっちゃ、微笑んでるどころじゃなかったけどな。めちゃめちゃ笑っているって感じだったけどね。もうわかんないからさ、こっちも調べてみよっか。待って、駅と森ですよね、確か。駅と別の森。あ、なに？え、広々森？ここが？え、ここ駅って言ってたやん。なんで？なんか、なんで？こっちが森なん。なんだそれ。まあ、行ってみようか、じゃあ。はいはいはい。結構広いね。結構広いわ。玉ねぎ戦士いたね。おもり？あ、バージュー。バジルくん、どこいるの？そうだ。ここは俺のペットロックに任せろ。行け、ヘクトール。バジルを見つけ出せ。ヘクトール。ダサ。石投げただけやん。あ、モンスターやった。ちゃんと。石のモンスター。え？何？頑張ってくれてありがとうの相棒。何もしないよ。何もしなかったよ。ケル君、ふざけてる場合じゃないわよ。いや、本当にそうよ。なんだと。ヘクトールだって一生懸命探してくれたんだぞ。二人とももうよせよ。ふざけてる場合じゃないぞ。いや、マジで。あ、でも、ケルは結構真面目あったな、今。オウムおじさん。はるばる駅。カーカー。モーロー橋。あー、なるほどね。なんです。ちょっと、勝手に動いたんだ。駅？駅行っても意味ないわ。じゃあ、モーロー橋。橋も意味ないけどな。でも、ここが広々森って言うんだったら、探してみましょう。価値はありそう。おー、で、かっけえ。巻き菱、あったね。売ってたよね。郵便局かなんかで、ね。郵便受けが。あー、敵だ。いや、敵だ。あ、なに？うさぎもいる。おーしよしよしよ。もう、これはね、もうね、何も考えずにね、攻撃しまくっていく。ちょっと強いな。はい。これはね、貯めます。ゲージを。どんどん貯めていきましょう。このね、ゲージの貯め方もよく分かったんですよ、実は。で、使いどころも分かりました。使うとね、3消費するんですね。だから、1人が使ったら3消費するから、2人連続で今は使えないね。5やったら。6で2人使える。9で3人使える。みたいな感じになりますね。まあ、これはこのままでいいでしょう。
気づいたらおもりが死にそう。あ、いい感じいい感じ。何ヒロはさ、パコーンって言ってるけど、なんかフライパンかなんかで殴ってる、もしかして敵を。強っ。倒すさ、倒せるっしょ、これで。よし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 。はい、おもりたちが消費した。で、このゲージが引きつかれるのかどうか、そこが一番大事なんですよ。で、来た来た。で、これスキルで、ヒロのスキル、75% 回復か。まあ、いいな、まだ。回復がだいぶ役に、おー、なんかあったぞ、ここは。あー、いけんのこれ。あ、いけない。こんにちは。中で、なんかもがいているのが今日。ああ、バジル？もしかして。なんかできないね。球根？謎やな。うわあ、びっくりした。もういい、もういい。もう叩かなくていいよ。来んな、もう。もう来んなよ、お前。あー、ダメだ。やばい。大丈夫？オッケーオッケー。あ、待って、食パンになっちゃった。食パンになっちゃったよ。あー、倒した倒した倒した。なるほどね。4あさり。豆腐。あー、豆腐もあったね。5回復するんや、せいは。俺、下手かもな、これ。ちょっと待って、大丈夫か？ケルは生きてんのかな？ケルやばいな。おやつ。キャンディー食べろ。これ、一回さ、買いに行っていい？アイテムを。めっちゃ持って行った方がいいね、これ。一回買いに行こう。キャンディー10個買います。100あさり。はい、ってことで戻ってきましてね。さっきアイテム一旦買いに行っていいかって言った場所からですね。行きましょう。で、こっちね、来る途中でちょっとスイカがあるの見つけたんで、スイカだけ割っていこう。ブレスレット？ブレスレットなんかできるよな、確か。装備。ブレスレット、装飾品。ほら、ブレスレット。防御が9になる。1上がるんやね。しっかりとなんかあるんやな、こういうステータス。オッケーオッケー。そう、お、右、スイカがあるわ。スイカは何？豆腐。ウサギだ。まあ、戦いましょうか。ああ、戦わなくていいんだ。戦わなくていいんだ、じゃなくて。こっち戻ってくるな。ああ、やばいやばい。あ、これはもしかして、あれがある、あれがある、あれがある。ああ。森のレベルが4になる。そっか、レベルも上げて変えないとダメなのか。だから戦いは避けるんじゃなくて割としていった方がいいかもな。リンゴジュース、で、こちら足跡えぐいんですけど、これ。あー、めっちゃ続くな。サンタここ、あー、いや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 、あ、やばいやばいよやばいよ、助けて助けて。視界費。バカめ。日本スモモジュースうまそう。あ、上待って、なんかある。あ、いやいやいや、先に行く。よし、戦い回避。賢者の石。アサリと一家にいいアドバイスを教えよう。いいアドバイス、まあまあのアドバイス、悪いアドバイス、アドバイスを聞かない。わかんねえ、全然わかんねえ。もういいアドバイスもらってみようか。30アサリ、はい。賢者の石、了解。では、これを教えてあげよう。チャンスが来ないなら、自分できっかけを作るべし。役に立ったらこれさよ。おーい！なんのこっちゃねん。マジで。チャンスが来なかったら自分で作るべし。どついたのか、それで30あさりも取りやがって。もう敵にもぶつかるし。はい、倒しました。ってことで行きますか。いや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 。おーっと、どこだこれは。何？あのさ、バジルってこの森にいないんじゃ。でもまだ森全部探したわけじゃないね。右側もあったもんね、まだね。元気出して。見つけるまでは探すのは諦めないよ。本当に見つからなかったら、まず遊び場でマリと合流してどうするか相談しよう。なるほど。それもありやね。とりあえずじゃあ左行ってみようや。何があるの？左には。長いな。この橋も。冗談みたいに長いんやけど。あ、上があるわ。何これ。めっちゃ迷路やんけ。
まあ、こういうのは一番最初に目についた場所を行くんですよ。ああ、なんもなかったわ。あ、誰かいる。誰かいる。誰かいた。絶対誰かいた。なんだ今のは。バジルっぽかったけどな。バジルっぽい。バジルか、それか、おもりの、海藻に出てきた人物。俺がバジルかもって思ってた、言ってたやつ。が、もしかしたらあいつだったのかも。お、B だ。A、B と来たね。これ、あれは24個全部見つける。あと10個とか言ってたな。あ、10個でいいんや。12個でいいんやね、じゃあ、全部で。何それ。やばい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 や
めちゃくちゃ左側に出てきましたが、これはどこに出てきたんでしょうか。道はこちらしかありませんので、あーやばい。さあ倒しました、行きましょう。長いな、てか広いな、この森は。どこまで続くんかな。スイカスイカスイカを割っていこう。タンポポ、え、何、吹いて飛ばすとか。風に乗ってどっかへ飛ばす。リンゴジュースいろいろ、あーまた、あ、上にも下にもある。うわー、もう敵と戦いたくないんですけども。あ、やばい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 。待ってよ待って、ちょっと待ってね。こう仲間を使ってうまく、くそ、やばい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 、オッケーオッケーオッケー。絶対やばかったやろ今の。まきびし、おー、いた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 、なんかいた。川だ、こういう景色は好きです。いや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 、あれを見つけていくってこと。あ、てかさ、言ってたね、ヒロか誰かが。もうマリのところ戻ってもいいかもねって。一旦戻ってみるか。ちょ、待って待って。戻りたい。もう戦いたくない。よし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 。あー、なんだ君は。大文字さんだ。笠車森も、ん？ってことは？あ、どういうこと？あ、なんだこれ。駅？なんかの駅なのか。今は使えなさそうだ。ありゃ？ありゃりゃありゃありゃ？はるばる駅、バジル。あー、戻ってきた。ってことは、繋がってたってことか。ずっと左に行けば、この右側からこうバーって出てくるってことか。はー、なるほどね。繋がってんのね。てか、この赤い印何？ずっと気になってたけど。ずっと何？この赤い印は。まあ、いや、ちょっと回復して。あ、あれ？いや、みんな調子はどう？バジル君は見つかった？見つかんねえのよ。それがさ、もっと手伝えた。いやいや、十分手伝ってるよ、君は。マリオの穴では、あまりの姿も探してみたら。ああ、そうね。ああ、わかんねえな、これは。じゃあさ、すげえ長いはしご登ってみようぜ。ほら、切り株の東にあるあれ。ああ、一番最初に見つけたやつだ。ダメだよ、オモリ君は高いのが怖いんだよ。でも、バジルがそこにいるかもしんないんだぜ。探せる場所は全部探さないとダメだろ。まあまあ、それはそうやけどね。ああ。てか、世界狭いな、ここ。おもり、我が弟よ。弟だったのか、君らは。兄弟だったのか。君は日々成長しているんだから大丈夫。はしごなんて平気平気。ほら、おもり、ちゃんと見つけ合うんだよ。最初はみんな不安だけど、俺たちがついてるし、応援してるからきっとできるよ。ああ、はしごを登らせてくるな。ただのはしごだろ、大したことで何も怖くねえから。大丈夫かな。おもり君できると思う。まあ、やるわ、ほんなら。ああ、わかった、モリ君が大丈夫なら、もし本当に来なくなったら私がフォローしてくるからね。どうやってフォローすんだ、はしごで。消防士かなんかじゃないとフォローはできねえぞ、多分。プロじゃないと。行こうぜ。東のはしご。はい、またね、マリーちゃん。はーい。バイバイ。ということで、ちょっと一旦回復をして、はしごを登っていくわけですね。はい、ということでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。それでは、ナイルでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。